毎日の料理を楽しみにするクックパッドのポッドキャスト、僕らはみんな食べている。皆さんこんにちは、クックパッドの小竹孝子と申します。ほとんどの方が初めましてだと思うので、最初にちょっとだけ自分の話をさせてください。1972年石川県金沢市で生まれ、米屋を営む父母の下で育ちました。子どもの頃はバスケットボールに青春を投じ、今は週末に軽くジョギングをしています。スポーツはとても大好きです。で、見た目で言うとすごい背は高くて、超ベリーショートヘアという感じで、分かりやすく言うとマッチ棒みたいだってよく人に言われることが多いです。料理は作るのも食べるのもとても大好きですというのが私の自己紹介なんですけれども、ではクックパッドのこともご紹介させていただきます。クックパッドは1998年3月に生まれました。今年で27年目になります。私自身は、3人目の社員というところで初期メンバーになります。ちょっと当時を振り返ってみると、私がクックパッドで働いたのは30歳くらい、ちょっと前ぐらいだったと思うんですけれども、当時は本当にインターネットというものがまだほんの一部の方のものだった、そんな時代なんですけれども、そんな時代になんかひょんなご縁で今の社長である佐野さんにお会いする機会があって、その時に俺は毎日の料理を楽しみにする人を増やすんだと、2時間ぐらいずっとその話を受けたんですけれども、今も実はその変わらないそのクックパッドのミッションになるんですが、その話に感動をしてしまって、家に帰って、彼の話を聞いているうちに、確かに毎日の料理を楽しみにする世界ってもう本当楽しいなと思って、そしてそんな会社って世界中探してもないかもしれないと思って、この会社に入りました。そんな出会いから今もう20年以上経つんですけれども、そのワクワク感は今も変わらず、いや今それ以上になんかもっともっとワクワクした気持ちで今過ごしています。そんな思いを同じくして、つまりその料理が楽しみになる世界っていいねって共感して、そしてその人生の多くを費やしている素敵な方が、世の中にもたくさんいて、そんな人の思いをもっともっと聞きたいな、もっともっと多くの人に伝えたいな、もっともっとその思いの輪を広げたいなという思いから、この度クックパッドのポッドキャスト、僕らはみんな食べているを始めるに至りました。ちょっと長くなりましたんですけれども、お待たせしました。記念すべき第1回目のゲストをご紹介します。スープ作家の有賀薫さんです。こんにちは。こんにちは、有賀薫です。今日はどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。1回目なんでめっちゃ緊張してるんですけどよろしくお願いいたします。いやいや、そんな、私もそんな緊張全然、いつものように、おしゃべりしていきましょう。わかりました。ちょっと私緊張ながら簡単にお話しさせていただいたんですけれども、どう思われましたかってまず聞いてみたりして、頭の今のお話ですか。いや、私も本当に数えるぐらいしか小竹さんとはお話をしたことがなかったので、なんかまずプロフィールも、おおってお米屋さんの娘さんなんだとか、バスケットボールしてたんだみたいなこともびっくりしましたし、あとやっぱりクックパッドの初期メンバーの3人目っていうのにすごく驚きました。知らなかったんですよね。そうなんですね。初期の頃からいらしたっていうのは伺っていたんですけれども、本当にクックパッドの歴史をずっとこうなんか、作られてきた方なんだなっていうことを改めて思いました。私自身は小竹さんより一回り上ぐらいですよね、ちょうど。多分私は72年生まれ。私64年生まれなので、ちょうど一回りぐらい違うんですけれども、私は多分クックパッドを意識したのはちょうど子育てしている30代前半ぐらいだったと思うんですよね。そのぐらいからネットでクックパッドとかをこう見てきて、なんかどん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 こう大きくなっていくなみたいのを本当に自分でも見ながら実感していたので。そんな時に使っていただいて。そうですね、結構見たりもしていたので、今日は逆になんか私が話聞きたいぐらいです。いや、今日は有賀さんの話を聞くところになるので、よろしくお願いします。有賀さんにでも一番最初にお会いしたの
のはおそらく、うん、あの作家のあこまりさんの出会い、ね、はい、出版パーティーですかね、はい、出版記念パーティーで前にこう座らせていただいて、はい、少しご挨拶をしたっていう感じですね。名刺にスープ作家って書いてあって、何ですかスープ作家はっていうふうに私失礼な質問をした覚えがありますけども、あの名刺渡した方全員に聞かれるので、はい、それはもう慣れっこなんですけれども、うん、はい、やっぱりスープ作家ってちょっと何じゃそりゃって思いますよね、うん、やっぱりね。ちょっとまたそのお話は後で聞きたいと思うんですけど、うん、ちょっと有賀さんのことをいろいろお伺いしたいなと思うんですけれども、はい、どういうご家庭で、はい、育ったかっていうのを教えてもらってもいいです、はい、私は東京出身で、はい、両親、まあ、サラリーマン家庭ですね、あの本当に兄弟3人で、私と2つ下の妹、その下の弟っていう感じで年の近い兄弟がいる5人家族でした、はい、であの母も料理わさわさやりましたし、うん、何よりちょっと家がすごい客が多い家だったというか、はい、ご商売されてたんですか？いや違います、普通のサラリーマン家庭なんですけど、はい、とにかくみんなが人を呼んでくるのが好きっていうこと全員ですか？全員みんな呼んでくるんです、はい、うん、あと実は父の兄弟が全員同じ敷地に住んでたんです。6世帯が。そんなことあるんですか？そんなことあるんですよそれで、はい、場所も結構都内の便利な場所だったので、はい、そこのなんていうかいとことか、はい、おじおばも実は一緒の敷地にいて、はい、でお正月とか何かことあるごとに、はい、こうパーティーじゃないですけど集まって宴会するっていう、はい、ちょっとなんかインドとかそうどこの国の話とか、まあ田舎とかだとねあるのかも分かんないですけど、なかなかちょっとない環境の中で育っておりまして、まあそういうこともあって、こう本当にいつも玄関開けると知らない靴が並んでるみたいな中で、だから母もまあ普通に料理する普通の主婦、専業主婦だったんですけど、やっぱりそのとにかく人に出す人に出すみたいなことをやっていたから、やっぱりそれなりに上手でしたし、すっごい上手なんですよね。いや、それなりにというか、すごいいろいろ勉強もされてたっていうのは。でもね、ずっとね、うん、私は料理が苦手でって言ってました。それだけ作ってるのに。それだけ作って、でもね、はい、その同じ敷地に父の兄弟住んでたって言いましたよね、はい、そのおばたちがすごい上手な人たちだったんですよ。さらに料理が上手な人たちで、はい、私はだから未だに外でレストランとか食べても、うんうん、おばたちの料理にかなわないっていつも思って食べてるます。だからどんな料理ですか？いや普通の家庭料理なんだけど、はい、なんていうか組み合わせとかもセンス良かったりとか、はい、割と本当にいつも雑誌とかで出てくるような一番新しい料理みたいなのありますよね、うん、はいはい、今だって新しいもの出るとすぐ試してみたりとか、うんうん、そういうものをやっぱりアンテナ高くして作っているみたいなこともあったので、なんかこう面白い、食べるのがもう楽しいし、でそれがこうなんかみんなワイワイ、うんうん、親戚とか友達とか仲のいい中でみんなでワイワイしながら食べるから、はいはい、もうそれは食べることが嫌いになるわけがないっていう感じ。じゃあ作るのもそこで覚えた感じですか？そうですね、うん、まあ、でといっても子供の頃は父の仕事の関係で実は横浜に住んでたんです、うんうん、団地に住んでて、はい、核家族だったんですが、はい、私はその頃になんか料理がすごく興味を持つようになって、はい、母の料理本とか暮らしの手帳とかをなんか本棚から出して一生懸命見てるような子供でした。図書館に行った時も料理の本借りてきたりとか。で、子供の頃からですか？そうです、子供の頃からやって、子供向けの料理の本とかも出て、はい、当時からもあったのでそういうものを読んだり、はい、メアリーポピンズの料理教室みたいな、はい、そういう今でもありますよね、熊野プーさんの料理教室とか、うん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 、ああいうなんかちょっとそういう子供向けにできてるような本を読んでワクワクしながら、はい、母にちょっとこれ作ってみたいとか言いながら、はい、お菓子作りから最初スタートしたんですね、うんうん、何ですかそのお菓子は？最初いやクッキーです。クッキー、はい、普通の型抜きクッキーを作って、うんうん、でそれをね母の実家が大分で、はい、大分に住む祖父母に送ったんですよ。ビニール袋に入れて、はい、まあ、本当子供ながらに、はい、今から考えたらもうなんか子供ぐちゃぐちゃ触ってもう粉っぽくなった、はいはい、とんでもないクッキーだと思うんですけど、うんうん、それをまあ大した放送もせずにそのまま送ったっていう感じなんですけど、はい、その祖父母から電話があって、はい、とっても美味しかったよってこう言ってくれて、うん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 、もうその時になんか気分がうわーってこう高揚したんですよね。
で、あ、人になんか料理作るのってこんなに楽しいんだと思って、うんうん、そこからとにかくハマったというか、クッキーをきっかけに、うん、そうですね、うんうん、なんかお菓子も作ったし、まあ、母の、はい、料理するところにうろちょろいつもしてて、はい、ちょっと何かやらせてもらうみたいな、はい、目玉焼き作らせてとか、うんうん、なんか絹さやの筋とかほら母がちょっと取ってとか、はい、そういう手伝いも好きだったし、あのそういう何かやらせてみたいな感じで、ちゃんとじゃあ作るご家庭の中で育ち、はい、自分も作り子供の頃から、あ、そうですね、はい、そうですそうです、うんうん、であと父も実は缶詰ありますよね、缶詰の製缶会社だったんです、うん、はい、だから家にいつも缶詰がいっぱいあったりして、はい、でその父もやっぱりそういう仕事職業柄かその食にちょっと関心があって、はい、あのスーパーなんか行くとあちこち覗いていたりとか、うんうん、あと料理の自分でも料理のエッセイとか、はい、それから本あの新聞のこれ食べたいみたいなものを切り抜いて、うんうん、自分でスクラップしたりとかしてるような人だったんですね。まさに料理家族なんです、はい、そうですね、だからやっぱり環境としてはとっても良かったのかなっていうふうに思います、うんうん、弟さんとかは、妹と弟は、うん、私が多分料理にすごいハマっちゃったからと思うんですけど、はい、まあ、普通に食べるだけの子供でした。ただあの、はい、子供の頃から結構キャンプとかにやらされてたんです。1週間ぐらいポンってこう自然にの中に放り込むみたいなキャンプに行かされてたので、はい、3人ともそれなりに子供の頃から何かしらはできるような、あの結構サバイバル系も得意みたいな感じの家族でした。だから未だにみんな、うんうん、みんなやりますよね。そこそこは。うーん、羨ましいですね。うちは何にも、はい、あの母親も料理嫌いで、はい、あんまり料理も。あ、そうなんですか。実はそうなんですよ。え、あんなに素敵な料理いっぱい作ってる。いえいえ、私あの結婚して初めて料理を覚えた人なので、真逆ですね。やっぱり仕事って人を作るんですね、はい、すごい、信じられない。食育って大事なのかなって未だにたまに思ったりするぐらい、ね、何にもあの、はい、そういう環境じゃないとこに育ったっていうの。じゃあやっぱり料理は大人になってから覚えたっていう感じなんですね。覚えたって感じです。でも同じところがその夫に美味しい、何こんな美味しいもん食べたことないって言われたのがやっぱり、うん、ハマるきっかけだったので、まあ、クッキーの思い出と結構近いのかなという気がします。はい、そうですよね。やっぱりなんか自分で作って美味しいっていうのももちろん嬉しいんだけど、うんうん、はい、やっぱり人になんか美味しいって言われた時のなんかこう震える感じって、あれ独特ですよね。サッカーでゴール決めたりするとああいう感じなのかとか思ったりするんだけど、なんかそういうちょっとそれに近い感じがあるなって、はい、なんかそういうあの、まあ、食とか料理に囲まれた中から、うん、あの最初にお話しあったんですけど、うん、スープ作家に行くっていうまでには、はい、いろいろあると思うんですけれども、はい、結構でも料理家さんとしてあのデビューされるまでには割と時間が空いてますよね。はい、私めちゃめちゃ遅咲きで、はい、そうです、はい、50になってからスープ作家になったっていう、はい、あのなんかちょっと異色な感じなんですけど、はい、それまではフリーでライターをずっとやってました、はい、まあ、でも、うんうん、まあ、フリーのライターって言っても基本的に夫がサラリーマンで、うんうん、あんまりこう日中全然いないので、はい、基本的に家事とか子育てはまあ私がずっとやってて、はい、うん、いわゆる兼業っていう感じですよね、うんうんうん、で私自身もまあ料理とかも好きだし、そういうこともちゃんとやりたいタイプだったので、はい、まあ、本当に半々っていう感じでやってました。で料理は基本的に、うん、仕事でやったことは一回もなかったんですよね。レストランとかで働いたこともなかったし、はいはい、本当に本で読んだりして自分で独学で勉強して、うんうん、ほんのちょっとなんか料理習いに行ったぐらいはあったけど、まあ、あのなんていうかあの主婦の人がちょっとやるレベルっていう感じです、はい、それでずっととにかく家ので料理をしてた。でスープを作り始めたきっかけは、はい、息子が高校受験の時に朝どうしても起きられなくって、はい、それで、まあ、ちょっとあったかいものが朝あったらいいのかなみたいな感じでスープ作って起こしたらこううまく起きられるようになったというで奇跡のような、はい、あのエピソードがスープ作家として最強のエピソードがありまして、はい、確かに最強、はい、それで、まあ、あのそれで、一応ちょっと願掛けみたいな気持ちもあって、はい、朝スープを作り出しました、うんうんうん、ただあの、まあ、スープ作っていくうちに、はい、あれスープってめちゃめちゃ面白いっていうことに気がつきまして、うんうんうん、
でそこからもうちょっと息子のことそっちのけで、はい、スープにはまっていってしまう。もう起きれるようになったから、起きられるようになったし、はい、もう大学も受かったし、はい、いいやみたいな感じで、あとはもう自分の単なるこう趣味みたいな形で、うんうん、で作ってた時に必ず朝作ります、はい、息子に出します、うん、その前にパシャって1枚 iPhone で写真撮って、うんうん、それを朝 SNS、 当時もう SNS やっていたので、はい、ちょっとアップして、うんうん、でそれが日課だったんですね、うんうん、でそうするとまあ毎日毎日スープがどん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 出てくるので、はい、みんなが周りがまず友人とかがざわざわし始めるんですよ、はい、何やってんのかな有賀さんみたいな感じでざわざわし始めて、うんうん、で私もなんかそういう反応も面白いし、スープがどん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 新しいというか次々と違うものができるっていう、はい、なんかことがめちゃくちゃ面白くなってしまって、うんうんうん、じゃあ今日はこれやってみようか、はい、今日はこれにしよう、今日はこれにしようっていう感じでやっていくうちに、はい、とうとう1年経っちゃった。毎日毎日欠かさず作ってました、はい、もう正月もお盆も関係なくずっと。違う種類ですか？基本的に最初の2年、はい、3年目ぐらいまでは全部違う種類だったと思います。全部違うんですか？全部違ってました。それを意識してました。わざと、はい、でミネストローネとかでも、うんうん、ミネストローネは何回も出てくるんだけど、切り方を変えたり、うんうん、入ってる野菜がちょっと違ったり、うんうん、ベーコンが鶏になったりとか、いろいろな組み合わせがあると思うので、はい、豆が入ったりパスタが入ったり、そういうことを、まあ、別々の一つというふうに考えて、まあ、それでちょっとずつバリエーションをつけていく。単なる記録じゃないですね、もうそこまでいくと。実験？そうですね、実験に近い。そうですね、はい、なんか当時から多分実験好きというか、はい、だからそのよくみんなに、はい、なんでそんなにたくさんスープ考えつくんですかって言ってるんですけど、私としてはその実験なんですよね。昨日はこれを入れてみたから今日はこれを入れてみようとか、はい、昨日は大きく切ってみたから今日は小さく切ってみようとか、はい、春になったからこれ使ってみようとか、うん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 、そういうなんか単なるこう組み合わせを次々と自分で試しているだけなので、うんうんうん、なんていうかそんなにアイデアが天から降ってくるみたいなことはないんですよね、うんうん、降ってきてる印象ですけどね、私の中で。そうなんですよね。でもともと多分やっぱり物を作ることが大好きなんですね。それは料理に限らず、絵もすごくやるし、文章を書いたりする、まあ、ライターやってたっていうのも文章を書いたりするのも大好きだし、何か手を動かしたりとかちょっとこうアイデアを入れたりとかしながら何かを作り出すことがそのものが多分得意なんだと思いますね。そこ一緒です。私も編み物とかパッチワークめちゃくちゃ好きなんですよ。大好き。手を動かすのは編み物を教えてください。編み物。私は逆に教えてほしいです。でも確かに手を動かすっていうことをこういつもやってると、うん、その料理に対してこう抵抗がないというか、はい、同じふうにやればいいんだっていうふうに思うから、うんうんうん、そんなに、まあ、料理自体は私も昔から好きで、まあ、ずっとやってきたことなので、うんうん、その延長でちょっとこう自分で意識してやることによって、うんうん、でそしてさらにスープっていうふうにもう絞る。はい、で時間作る時間帯も朝だからそんな難しいものはやらないとか、うんうん、制限がいくつかある中でやってたからできたことなのかなっていうふうに思いました。なるほど。制限っていうのは時間と、うん、あと何ですか？時間とかあともう冷蔵庫にあるものでやらなきゃいけない、はい、あるもので、はい、だから、うんうん、まあ、当然前の日とかに買い物に行ったら明日はこれでスープ作ろうかなって買う時もあるけど、うんうん、まあ、そういう日じゃない日も毎日になると何もないみたいな時もありますよね。あとちょっと風邪気味で昨日買い物行けなかったなとか、はい、そういう時もとりあえずあるものでやるっていう。あるもので、うんうん、あとはまあ朝なので、うん、そんなに例えばブイヤベースみたいな、できない。めちゃめちゃすごいゴージャスなのはやらないか、うん、あるいはその前の日に作ったものを翌朝に返してちょっと足して出すのはありっていうふうにしてたので、うんうんうん、そういうなんか少し手の込んだものは前の晩に作っといて、はい、夕飯として作って朝少し手を加えて出すっていう、そういう感じにしてました。でも少なくともその朝の時間帯っていうことなので、うんうん、時間的とか金銭的とか、うんうんうん、そういう制限がついてたのが、はい、逆になんていうかアイデアが出てくるようになったのかなと思います、ね、中で思い出に残ってるものってありますか？なんだ、いやそれねよく聞かれるんだけど、はい、なんだかんだ言ってやっぱり一番最初に作ったスープが一番記憶に残ってるんですよね。一番最初、そう、どんなのですか？それが、はい、マッシュルームのスープなんですけど、うん、なぜかっていうと、はい、スープを作り始めた前の日がクリスマスのディナーだったんですよ、はいはい、で私マッシュルーム使い忘れてそれ冷蔵庫に開けた時にこれを使い忘れたってなって、はいはい、でやっぱり早く使わないとダメになると思って朝、はいはい、
それまでスープなんか作ってなかったのに朝そうやってちょっとマッシュルーム刻んでちょっとスープしちゃおうと、はい、そしたらわすごい美味しくできたってなって、はい、息子を起こしに行ったら、うんうん美味しいスープできたよって言ったらむくってこれ起きてきたっていう、はい、そういうエピソードなんですけ ど, なるほど そ, うその時のスープはやっぱりすごい忘れられないという、はい、でもそれがきっかけですもんね毎日そういう風にして始められたっていうのは で,、ねはいはい、でもそうやって、はい、常にその後も冷蔵庫にあるものをこ う, うまく繰り回してやるとか、うんうんまあ、そんな考え方としてはそういう発想でやってますね。なるほどそれがお仕事になると、はいたってことですね。そうですそうです。はい、で、まあ1年た、うんうん、経つと、写真が365枚たまりますよね。はい、それで、じゃあこれで展覧会やったら楽しかろうと思って、はい、で神楽坂にギャラリー借りて写真をデザイナーさんにお願いして、はい、カレンダーみたいにプリントしてもらって、はい、スープカレンダー展っていう展覧会を開いたんです。それがやっぱりすごく転機というか。それ何年ですか？2013年ですね。2013年作り始めてから丸、はい、ほぼ丸1年です、はいうん、それで、2013年の春にやった時、はい、やっぱ反響も、まあ、基本は知人だったんですけど、うんうん、なんかネット地域新聞に載ってそれがヤフーニュースかなんかで拡散されちゃったんですよね。それでいろんな人、はい、あと神楽坂っていろん休日になるといろんな人が通ったりするので、うんうんまあ、知人だけじゃなくていろんな人が来てくれてでその時のやっぱり反響をこう見てて、はい、あやっぱり食べるものってこんなに人を引きつけるんだなってすごく感じたんです、うん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 それでスープ研究家じゃなくてスープ作家というふうになってるところもありますかね、うんはい、なんかその、展覧会の時に遊びで名刺を作ってて、うんうんはい、でスープ友達がスープ作家になっていたらって言ってくれてでスープ作家っていう名刺の肩書きつけてみんなに配ってた、はい、めっちゃ考えて作ったんじゃなくてその場でパッて浮かんだ感じだったんですか？あ、そうそうでもその友人が考えてくれたので、はいうん、あじゃあそうやってやろうとか言って、うんうんうん、その時はだってスープ作家になるつもりとかないので本当ですか？もう、うん、全然その時は仕事にするつもりが全然なかった。だってそのさっきも言ったんですけど、うんうん、もう年齢も年齢だし、うんうん、その年齢からその食の世界に入るなんて無理だと思って、だって全然その専門的な、はい、勉強もしたことがなかったですし、はい、調理師の資格を持ってるわけでもないし、うんうん、もう全然花から考えてなかったですよね、はい、だから、まあ、遊びでだったら、うんうん、楽しいからいいかっていう感じでやってたそのノリがそのまま本業になりというか、はい、本業にしようと思った時に、うんうん、でもこの肩書きがいいかなって。そうなんですね。それからずっと、はい長く続けてるというところはあるんですけれども、はいね、でもそれでもなんかいろんなお仕事を辞めてそこになんかやっぱり続けられるっていうのは何かやっぱり思いがあるのかなと思うんですけれども、はいはい、あ原動力みたいなことですかね。そうですよね、はい、そうですね。まあ一つはやっぱりもともと何か作ることを仕事にしていきたいっていうことがあって、はい、その中にテーマ性を持たせたいっていう気持ちはずっとあったんですね、はい、まあ、ライターとしてはずっといろんな女性の暮らし周りのこととかいろんな雑多なことをやってたんですけど、うんうん、記名で有賀薫という名前を前に出してやっていたわけではないですし、はい、何かやっぱり有賀薫として出せるものが欲しかった、うんうんうん、その時にやっぱりすごく好きな料理でこう何か喜んでもらえるっていうことがあったらそれは嬉しいなって思ったことがまず一つにあったので、やっぱりその最初はちょっと全然その気がなかったんですけど、周りの人から何かやったらみたいなこととか本出したらみたいなこと言われて、でちょっとここで一冊スープの本を出してみようみたいなことを思ったっていうのがまず最初にきっかけとしてはあったんですよね。なんかその作るっていうことをやっぱりなんていうか、作るっていうことは自分自身がもうただやるだけでそれがもうエンジンになるっていうか、はい、楽しいからうん、うん、やっぱり楽しいし、そのさっきも言ったようにスープをどんどん作ることでそこにこうのめり込んでいくような、はい、なんか自分で転がっていくみたいなようなところがあって、はい、やっぱりその好きっていうこと、楽しいっていうことが一つの大きな原動力にはなっているのかなっていうふうには思いますね。なるほど、はい、最初は本当にお子さんのためにっていうところから、ね、展示会まで行き、はい、伝える側に変わっていくという、はいはい、そうですね。何か人にこう伝えて、うんうん、自分っていうものをこうやっぱり伝えていきたいみたいな気持ちがどこ、うん、心のどこかにあったのかなっていうふうには思っていますね、うん、どういう方に伝えたいとか
あったりするんですか？あ、そう、それもなんか最初は割とぼやっとして、はい、やっぱりその最初はぼやっとしてたんですね、はい、でもあのスープっていうものを軸にして発信していった時に、はい、やっぱりその本作りなんかをする中で、はい、今のその皆さんたちがやっぱり料理毎日作ることがすごく大変と思ってるみたいな、まあ仕事とかをしながら短い時間で作るのが大変と思ってるとか、なんかうまくできないと思ってる、はい、で、あの私自身もその私はすごく料理が好きだったのに、やっぱり仕事とその家庭を両立させつつ、うんうん、毎日毎日ご飯作りをこう作っていくっていうことがやっぱり大変だったんですよね、はい、好きだけど、そう、はい、本当に大変だったなと思うんですよ、うんうんうん、だからやっぱりそれをそれはそのなんでその自分ばっかりみたいな思いもあった。だって、はい、夫だってね、あのいるのに、うん、なんで夫は働くだけでいいんだろうって、はい、これはもう本当に私の世代は、うんうん、多分今の皆さんよりももっとあの女性がやるのが当たり前みたいな世代だったから、はい、やっぱりもっとやっぱ心の中にこう溜まるものというか、はい、うん、そういうものがすごくあって、それがその自分がスープの仕事を始めたその2010年代前半ぐらいですかね、はい、の頃でも例えばツイッターなんかを見てみた時に、うんうん、あ、今の人たちも全然私と同じ悩みなんだ、全然ここ変わってないじゃんみたいな、うんうん、はい、あのものを見た時に、いやここもなんとか変えなきゃみたいな、うんうんうん、すごいそういう気持ちがこうムクムクと芽生えてきたというか、はいはいはい、でそこに一つのなんかこう使命感と言っちゃうとちょっと言い過ぎかなとは思うんですけれども、うんうんうん、あ、ここをもっとなんか何とかしようっていうふうに、うんうん、あの思ったし、それはあの女性のそのそういう仕事と例えば家庭の両立みたいなことで、はい、あの実際に日々こう、まあ、大変な思いをしている人だからこそ、うんうん、そのそういうこと体験をしてきたからこそ伝えられることっていっぱいあるのかなっていうふうに思ったので、やっぱりそこがその自分の楽しいっていうことと同時にやっぱりその気持ちがやっぱり自分の中ですごく大きくて、その2つをその両輪みたいな形で多分転がしてるのかなというふうに自己分析というか、みんなといろいろ話す中で、あ、そういうところなのかなっていうふうに思ってますね。すごいクックパッドの、はい、あのまあ、最初にお話したその毎日の料理を楽しみってまさにそこに近くて、料理って本当にクリエイティブなものなんですけど、やっぱり毎日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 になった瞬間に作業になったり大変になるみたいなところを、そうですね、なんかうまく変えられることができないかなと思われたところではあるんですけれども、はいはい、そうだと思います、はい、なんか例えば、いわゆる楽しいって言っても、うん、家でご飯を毎日作り続けるっていうのは、例えばディズニーランドに行って楽しいとか、はい、友達と飲みながらワイワイ喋って楽しいっていう楽しさとはちょっと質が違う感じがするんです、はい、そうですね、はい、うん、どちらかというとやっぱり仕事に近いというか、うんうん、仕事の楽しさって働いてる人だったら分かると思うけど、はい、そのもちろん楽しいこととか興味のあることとかいろいろできて達成感とかあるけど、うんうん、かといって手放しで楽しいかって言ったらやっぱり違いますよね。違います、はい、それはその大変なこともいっぱいあって、その中で何とかしていって成果が出た時には楽しいっていうのになる、うんうんうん、やっぱり家の料理ってそれになんかすごく近いものなのかなっていうふうには思うんですけれども、はい、お家とその仕事が大きく違うのは、うん、家ってお客さんも固定だし、はい、環境もほぼ固定だし、はい、その変えられない部分もすごくたくさんあって、お金も出ないし、はい、予算も出ないし、はい、頑張ったからといって予算が大きくなるわけじゃないじゃないですか、はい、ないです、はい、だからそういうところに、はい、なんていうかすごくストレスがたまるものとか、うんうん、それからさっき言ったようにそのなんであの夫はやって、私はこんなやってるのに夫はやってくれないの、はい、みたいな、うんうんうん、そういうこととかね、コミュニケーションの問題とか、うんうん、いろいろとちょっとやっぱりそのなんか突き抜け方が難しいというか、はい、あのそういうところがあるので、そうですよね、うん、評価っていうものがないから、うん、自分でどうちゃんと気持ちの折り合いをつけていくかっていうところが大事かもしれないですね。だからそのなんか楽しさとしては仕事と質は似てるんだけれども、はい、やっぱり仕事じゃないんですよね、そこがね、うんうんうん、それがなんかややこしいし分かりにくいし、はい、みんなが悩むところなのかなっていうふうには思ってますね。なるほど、そうですね。あとはあの私もユーザーさんにインタビューすることが多いんですけど、うん、料理上手な人でもできるけど
得意じゃないって方もいますね。できるけど、それ自己評価の問題ってことですね。そうですそうですそうです。だからそういう自己評価低い人はすごい多いと思いますね、はい、やっぱり家族が反応してくれないからだと思います、うんうん、きっとそれは、うんうん、でもなんか私はがちょっと思うのは、うんうん、自己評価ってあんまり他者評価と関係ないとも言えて、はい、なんていうのかな、私は自分が料理が得意っていうこと本当に割と絶対的に自信を持ってるって家族黙って食べてるんだけど本も出してますからね。そうそう、そのタイトルで、はい、本を出す前から割と、はい、あの今から考えたら、はい、結構そんなに普通かなっていうぐらいなんだけど、はい、でも あんまり自分であの不得意と思ってなかった、まあ、楽しかったからだと思うんですけど、はい、思ってなかったっていうようなところがあって、はい、あの家庭料理って家族は割とこう当たり前に食べてて、はい、毎日食べてるから、はい、そのわー美味しいって言わないし、はいはい、でもそうやって滞りなくこう毎日が回ってるっていうことが、うんうん、あの一番のなんかこう幸せな状態だと思うんですけど、はい、うんうん、そこに対してその評価をやっぱり求めすぎるっていうのもちょっといけないところなのかなっていうふうに感じることもあります。でもピンポイントではやっぱり褒めてほしいよね。今日頑張ったなみたいな時は、はい、これ美味しいねとか新しいもの出てきた時に、はい、なんかこう多分共感したいっていう気持ちの方が褒めてほしいんじゃなくて、うんうんうん、共感したいんだと思うんですよね、はい、美味しいものを作って一緒に食べて、うん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 、あ美味しいねってこうなんかこう気持ちがちょっと合うみたいな、はい、それがなんかないとどんどん自信がなくなってきちゃうっていうか、うん、なんとなくでもそういう方に出会うことも多いので、うんうん、まあなんとかしてあげたいなとも私は思いますね。はい、なんかあとは、うん、そのそういうふうに自信がないっていう人って多分料理に対してすごく意識的な人なんだと思いますね、うん、意識的、はい、うん、なんか料理どうでもいいって人って悩まないじゃないですか、うん、買ってきて美味しいものいっぱい外にあるし買ってきて組み合わせて、はい、これでいいじゃんって食べてる人は料理のことで悩んだりしないから、はい、まず悩むっていう段階ですごく料理に対して意識的だし、なんか自分でよりよく食べていきたいっていう気持ちがどこかにあるんだと思うんですよね、はい、うんうん、だから悩むんじゃないかなって思ったりはしますね。なるほど、まあ、有賀さんすごい料理は得意だし大好きだと思うんですけども、はいはいはい、世の中の中で料理ってどういうポジションになったかなみたいなのを思ったりしますか、うん、結構問い直されてますよね。それまでやっぱり料理ってやんなきゃいけないものみたいな、はい、特に女性はやれなければいけないものみたいなのがあったけど、まず一つはその縛りがすごく解けたような感じがしてるんですよね、はい、ここ数年で、うんうん、あのそれはいろんなメディアがそういう発信をしてたっていうこともあると思うし、はい、コロナに入って、うんうん、あのやっぱりその家の中で男性も多分女性があこんな風に毎日作ってるのかみたいなことを見ることも増えてきたと思うし、はい、あと、うんうん、まあ、テレビのコマーシャルとか、はい、そのメディアも男女っていうことをこうやっぱり言わないようにしようとか、うんうん、そういうふうに女性にばかり負担かからないようにしようみたいな、そういうアナウンスがすごくこう周知されてきて、うんうん、そのやる動機っていうか枷がちょっと外れたっていうのはあったと、はい、だからもともとやりたくなかったけどやってたっていう人が、はい、あもう大手を振ってやらなくていいんだみたいな、そういうところが一つなんかあるのかなっていうふうに思います、はい、あとはやっぱりあのコロナであのなんていうのか冷凍食品とかミールキットとかレトルトとかがものすごい発達しませんでした、うん、売り場も増えましたよね。そうですよね、はい、で商品のこう展開もすごくあの増えてきて新製品もどんどん出て、はい、で美味しいものも増えてっていう中で、うんうんうん、料理をあこれでもいいんじゃないみたいなものが、はい、あのこれも美味しいよねこれも食べてみたいよね、うんうん、みたいな、うんうん、これでいいよねっていうものから、はい、これがいいよねみたいなものにちょっと変わりつつあるのかなっていう、はい、変わりましたね。特に冷食とかは、うん、あの昔はあのなんですかね、お弁当のおかずに入れる小さいものか、うん、ほうれん草の冷凍とかいうものだったものから、はいはい、意外にもう本当に焼きそばとかも全部プレートになってるおかずとかみたいなものを出しても家族は何も言わないみたいな状況に変わって、はいはい、そうですよね、むしろ喜ぶぐらいの、そうですよね、感じになっていて、これで美味しいじゃんっていう風に、そうそうそう、はい、あのまあ外食の味にある程度慣らされたところでそういうものが出てくることに、はい、家でも出てくることにあんまり違和感がないのかなみたいなこともあるけど、はい、そうだからまあそういう外的な、うんうん、あの環境が変わって、はい、あ料理しなくていいんだっていうふうに、うんうん、じゃあこっちの方がいいよねって合理的に考えていくと、はい、そうなっていく
きますよね。一つはね、そうですね、本当に合理的に考えると別にドリンクでもいいですよね、うん、栄養摂取だけだと。いや、なんかもう究極の合理性みたいなことから言うと、はい、料理って全然する必要ないような気もしてるんですよね、はいはいはい、だから手抜き料理みたいなことからずっと思ってたんだけど、手ってどんどん抜いても抜いても、はい、やっぱりやるうちはめんどくさいんですよね。だから本当のめんどくさくないのはもう買ってきてそのまま食べるとか、うんうんうん、外で食べるってことだと思うんだけど、うんうんうん、そうそう、だからある意味なんかこう合理性みたいなことをすごくみんなが言い出してるっていうこと、はい、タイパとかコスパとかすっごい今皆さん言うじゃないですか。ですね、はい、うんうん、あれの先にやっぱり料理ってしなくてもいいよね世界みたいのがあるのかなっていうふうには思います。で、なんか私はやっぱりちょっとその世界とはちょっと、うんうん、また別軸があってもいいのかなと思ってる人間なので、まあそれはそれで一つのなんかトレンドとなのか、あるいはもうある程度そういう世界もあるっていうことになってるのか分かんないんですけど、はいはいはい、なるほど。でもそういう方に寄り添って発信をしてるのがスープなのかなというところもあるんですけど、うん、そうですね、はい、まあ、そのさっき言ったようにもちろん買ってきたものとかでもいいんだけど、はい、多分、外で作られたものってもう味決まってるっていうことは、はい、うんうん、自分には合わせてくれないんですよね絶対ね、うん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 、でどんな料理が一番ホッとできてお家で体が休まってくつろげるっていうか癒されて、うんうん、また明日への影響を養えるかっていうとやっぱり自分に合った料理っていうことであり、はい、家庭料理の良さって、うんうん、究極そこにあるかなと思ってるんですよね、うん、自分に合った料理ってことですか。そうそう、例えば量を一つにとってみても、はい、今日お腹ペコペコだからご飯こんなにいっぱい盛るとか、はい、今日はもう本当にご飯いらなくてもいいやとかもそうだし、脂っこいものじゃなくてさっぱりしたもの食べたいなっていう日もあれば、はい、もっとがっつりいきたいねとか、うんうんうん、なんかそういう日によってこう波があるようなものにこううまく沿わせられる塩味とかも、はい、私スープ作り始めていろんなこう研究じゃないですけど実験みたいなことをイベント形式でやったりするんですけど、はい、塩分って本当に差があるんだなって、人の美味しいと思う塩分ってこんなに差があるんだっていうのに気がついてから味の違いで悩まなくなった。例えば夫の好みと自分の味の差が、私が作った料理がちょっと薄くて、うんうん、夫がちょっと醤油かけてたりすると、はい、なんかカチンってきてたんですけど、はい、でも今はあ、そっか、それ違うよなっていう、うんうんうん、だったら最初からもう置いといて足りなかったらかけてねって言えば別に腹も立たないというか、うん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 、それはしょうがないですよ。だって向こうだってちゃんと美味しく食べたいし、はい、だからそういうふうなことを考えるとやっぱりその家で作る良さって、はい、そういう微調整が効くとか、はい、で例えば親が子どものちょっと体調とかそういう様子とかを見ながら何かふっと出してあげる、はい、時間もそうですよね、うんうんうん、なんか子どもが帰ってきたタイミングで何かちょっとおやつ出してあげるみたいなこともあるのかもしれないし、はい、なんか保育園から連れて帰ってきて、うんうんうん、ちょっとご飯作る間ちょっとこれだけ食べててねみたいなこともあるかもしれないし、はい、うんうんうん、夜ね受験生の子どもにそれこそ夜遅くにちょっと夜食出すとかっていうこともあるかもしれないし、そういうこう暮らす中での自分のわがままというか自分のその具合とか家族の具合に合わせて出せるご飯っていう、意外に考えるとそっちの方がコスパとかタイパとか絶対いいですよね。いや絶対そうだと思いますよね絶対って言っちゃった絶対だと思いますけれ けどぐるっと回ると、そうぐるっと長い目で見るとね、はい、多分その方が健康的でもあると思うし、ね、経済的でもあると思うし、はい、そして自分の心身というか、ね、家族の心身にもいいかなというふうには私は思うので、うん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 、だからそこはそのなんかおそらく、さっき言ったその料理をしないトレンドみたいなことを、はい、まあ、トレンドなのかそのこれからの流れなのか分かんなくて、まあこれから先はもっと料理しない人がいっぱい増えてくるのかも分かんないけれども、でも最低限の何か自炊というか自分での手で料理を作れるっていう技術みたいなものはやっぱり残していった方が断然その
暮らしの豊かさっていう面ではいいかなっていうふうに思っているので、買ってきた料理の一番いけないところは料理をする機会を奪うっていうことですよね。そうですよね。そうなんですよ、だから絶対上達しないんですよ買ってきてるうちは、だから失敗しても自分で作ってるうちはちょっとずつでも絶対前進するんだけど、買ってきちゃったら絶対上達しないので、それがちょっとね、買ってきたものでもちろんいいんですけど、そこはちょっともったいないなっていう。そうですよね。あと体調が悪い時とかね、調整ができなかったり、あと災害時とかね、コンビニで買えないんですけどどうするんですかっていう、いろいろあるし、やっぱりサバイバル的な意味では、そうですよね、あとまあやっぱりそのしんどいって言ってる人には、やっぱりお母さん一人に負担がかかってしんどいってなっちゃってる人もいますよね。昔は料理はしたけど、もう今もうやりたくないわっていう方もいたりするなっていうのは、いやその働いてる女性とか特に料理によって休めない問題っていうのはやっぱりちょっと難しいところがあって、本当に社会的な背景とかもすごく大きいと思うし、多分その本人の責任じゃないことの方が大きいっていうか、その本人は何とか手を抜こうとかあれこれやるんだけど、多分そういうことでは補えないものがきっとあるのかなっていうふうに思っているので、社会の改善とか他の家族の協力ですね、夫なのか子供なのか、子供でも料理していいと思うし、そうですね、私は、だからもうちょっと社会が全体的に、そういう一人に負担がかからないようにしてほしいなというふうには思うんですけど、ここはちょっともう完全なる願望で、さすがにそこまでは私は動かせないなと思うので、考え方ですよね。あとはね、そのしんどいなっていう人の方の考え方をちょっと切り替えて、こうやって考え、手を抜き方はいっぱいなんか今ネットの今ここがあるので、手の抜き方ノウハウはもういいかなと思うんですけど、なんかいくつかね、例えば何のために料理してるんだろうみたいなことで、たまに立ち止まって考えるっていうのは、ありかなっていうふうに思いますよね。有賀さんが、スープ作家になられて、いろいろメディアで見かけたり、なおかつノート出て、X 見てインスタグラムとか、あらゆるところに発信をしてしていて、あ、また有賀さんみたいな、これ全然すごいいい意味なんですけど、これはどういうふうに時間使ってるのかとか、そこまでなんかモリモリでお仕事される理由っていうのは何なんだろうっていうのをちょっとお伺いしたいんですけど、自分でもちょっとやりすぎだなと思ってます。基本的に SNS はもうほぼただ好きでやってる感じだと思いますね。なんていうか、やらずにはおられずに、ちょっといやいや中毒的というか、もともとやっぱりそうですね、なんかもともとやっぱりそのさっきみたいに作ることが好きだし、写真とかも何か、あ、素敵なもの見たらちょっと撮ってみたいなとかなって撮ったりするし、撮るとそれをなんか聞いて聞いてとか見て見てって言わざるを得ない、なんというかそれこそ作家のおさが的なものがあるのかなと思って、自己顕示欲の強さにちょっと嫌だなと思ったりする時もあるんですけど、そうですね、もちろん仕事としても運用してるっていう意識はゼロではないんですけれども、やっぱりSNS の面白さって発信するとそこになんか誰かが返してくれて、なんかリアルで井戸端会議やってるような料理のこととかもすぐ返ってきたりして、井戸端会議やってるような気持ちになれるし、そこで得るものがめちゃめちゃ大きいっていうのがすごくありますね。リアクションからとかコメントとかですかね。リアクションだけじゃなくって、そこでパーッとみんなのご飯の様子とかを見てると、あ、みんなこんな風に食べてるんだなとか、なんかそこでキャッチしてるものがなんか私がそのまままた次に発信するものにつながるから、好きでやってるんだけど仕事になって、結果的に仕事になってるみたいなところはあるんじゃないかなって。何かつながりたいというよりは結構じゃあそこからインプットもらって、なんか私 SNS って発信の道具っていうのももちろんあるんですけど、それ以上に受信の道具として優れてるのかなっていうふうに思っていて、私は特にフォロワーもそこそこいるんだけど、フォローも結構してて何千人とかフォローしてるので、そうすると多分100人ぐらいフォローしてる人とは全然違う世界が見えてると思うんですね。いろんな情報が流れてくるし、なんというか、あ、面白いなって、それもやっぱ10年以上かけて、その料理好きな人とかそういう人とフォローをずっとして、あといろんな面白い情報を取ってる人をちょっとずつフォローしてきたので、そういう意味ですごくこう
受信の道具としても役立ってくれているのかなっていうふうには思って。そうなんですね。私いいね欲しさで投稿してる人なんで。いいね欲しさで。ああそうです。そう私ね全然なんか嘘だと思われるかもしれないけど、はい、全然バズらないんですよね。本当ですか？本当になんですよ。もう驚くほど、はい、もちろんフォロワー数に対してこのぐらいのいいねとかはつくから、はいはい、まあそれで言ったらみんなから見たらちょっと多いねと思うかもしれないけど、はいはい、いわゆるバズるって状態あるじゃないですか。はいはい、ほとんど数えるぐらいしかないし、その数えるぐらいの投稿って、うんうん、クリームソーダを写真撮って出したりとか、ドーナツとか、はい、スープじゃないのみたいな、はい、寂しいみたいな。スープって全然バズんないんだけど、まあ、そのバズらなさがいいのかなっていう、はい、バズらなさがいい、はい、うん、バズらなさの良さみたいなものも皆さん感じてくださってるんじゃないですか、はい、で勝手にちょっとこれいい解釈ね、うん、私もそう思うようにします。毎日の料理を楽しみにするクックパッドのポッドキャスト、僕らはみんな食べている。